チャコケン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 チャス、皆さんどうもこんにちは。チャコケンのクールビューティーチャンネルへようこそ。世の男性諸君に問いたい。イケメンになりたいか？俺はなりたい。いつも夢見るよね。朝起きたら、あれ？イケメンなってるやんけみたいな。夢のまた夢だね。夢だよ、夢だよ。その夢のまま終わらせてしまっていいのかと。少しぐらい努力をしたらどうだと。努力したらもしかしたら報われるかもしれないじゃないかと。そこでね、研究したんですよね。イケメンとは何か、答え出ました。イケメンイコール二重だったんですよね。イケメンは二重だったんですよ。二重がイケメンだったんですよね。つまりはそういうこと。僕みたいな一重はイケメンにはなれない。なら二重にすればいいじゃないかと。でも今の文明でね、二重にする方法ってパッと思いつくのはあれなんですよね。手術かアイプチかなんですよ。アイプチでしょ。ってことでアイプチを買いに行こうぜみたいな言えない世の中なんでね、アイプチの代用効くものを探しました。するとどこの家庭にでもあるあれが代用できるんですよね。それはじゃじゃん、絆創膏。そう、絆創膏なんです。なんと、すべての男子諸君の夢は、あなたの家の救急箱の中にあったんです。さあ、みんなでイケメンになろう。レッツ、イケメン。はい。実は、作り方は結構簡単だったんですよね。まず、この、絆創膏。ね。こんな感じの普通の絆創膏。あ、布とかじゃないやつですね。ビニール系のやつです。布のやつで多分伸びないと思うんですよね。伸びるっていうのがどういうことかっていうのはこの後説明します。この丸くなってる部分を切り落とすね、四角くしますね。ほんでだいたい2ミリぐらい切る、こんな感じです。実はもうこれがもう完成形なんですよね。これをね、両目やから2枚、はい、右左2つですね。このサイズやから10枚以上取れますね、1枚から。ってことは、5回分、1枚で5日分って考えたら、すごいコスパ良くないですか？はい、さっき切ったやつですね。これをこの後ろの紙がついた状態でね、真ん中ら辺でちぎる。紙だけちぎれるんで。で、ちぎったら端っこと端っこを持って引っ張ろう。で、目に貼ると。貼れた。で、こっちの問題は、どうやって貼んの？ピンセット用意してほしいな。あ、やばい。はい。わからん。失敗や。ちぎって、引っ張る。いいね。じゃあ行くぜ。さっきの失敗を踏まえて、目頭のこっちから、鼻側から貼る。晴れた、来た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 。で、あとはこっちを来た、来たんじゃん。え、なんか弱い。こう、ん？二重？なんか寝ぼけまなこ。二重イコール寝ぼけまなこ。髪がついた状態で真ん中で見破る。そして端っこを持って引っ張る。ちぎれた。真ん中で破って、ちぎれた。来たんじゃん。取れろ。どう？もうさっきこっちを巻きつけて貼る。貼った後に引っ張っていって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 。あ、足りへんかった。あ、失敗。寝ぼけまなこ。はい、どうも寝ぼけまなこです。失敗。失敗。よいしょ。ちぎれた。中指が指に入った。ここで引っ張って引っ張って。え、え、来たんじゃん。来たんじゃん。はい。じゃかじゃかーん、じゃん。頑張りました。わかりやすくするためにこっち側を外してきました。どうやろう。人へ
二重、うん、正直目の大きさはそんなね変化は分かんないですよね。目の形かな。こっちはなんか睨んでるみたいな目で、こっちは寝ぼけまなこ、やっぱ寝ぼけまなこがいいんかな。コツとしてはこっち外側から貼るでしょ。でこうまぶたを引っ張りながら貼っていくと綺麗に貼れるんですよ。最後にこの鼻の上の方、今ここで止めてるんですよね。ずっと失敗してた時は下の方やったんですけど、それやと目がギュッと引っ張られて全然うまくいかなかったんですけど、こことこっから始まってここで終わってます。これ意識してみてください。はい、どうだったでしょうか。これが少しでもいいなと思ったり、参考になったという方はチャンネル登録お願いします。それではバイビー。Thank you.